はようございます。今日はバイク乗ってるとこからスタートですね。おう、いや眩しい。お、台風来るなんてなんか信じられないね、青森市内。はい、じゃあ5時にちょっと仮眠して、5時に起きて今5時30分頃ですね。8月何日今日今日何日、あ、16か、15のフェリーだから、うん、8月16日朝5時半です。今日は昼過ぎに台風の影響で雨がすごくなっちゃうんで、ちょっと八甲田山行きたいんですよ。八甲田山ロープウェイは乗る気はないんだけど、八甲田山行って、そっから本当は酸ヶ湯キャンプ場もいいかなって思ってるんだけど、どうかな、ちょっと早すぎるよね。多分酸ヶ湯行くまでもう朝には着いちゃうから多分だから、ちょっともうちょい走ってどっかキャンプ場で台風を過ごしたいと思います。まあ普通に7号線帰ればよかったんだろうけど、夜走ってね、7号線帰って、あと、まあその日のうちにはまあ着かねえだろうけど、まあどっかで一泊すればいけたかな。はい、まあ休みを満喫するためにも今日一泊、あともう一泊して帰りたいと思いますね。どうせならね、長旅で最後は締めてやろうじゃないか。いやー、まぶしい、まぶしい。ほんとに台風来んのかい、こんなのであれ八甲田さんかな。ちょっと涼しいとこでキャンプしたいね。もう本州上陸しちゃったし、もう暑いだろうから、30度くらい予想気温になってるから、ちょっと標高の高いところでキャンプをやりたいと思います。とりあえずはそんな感じですね。国道7号線の上りでございます。上りかな、これ上りでございます。あ、下りか、下りでございます。青森市内ですよ。絶好の天気の青森市内ですよ。これから雨降っちゃうけど、くそースカユ、いやスカユで泊まりでんだよな、本当はな、本当はスカユキャンプ場で泊まりたいんですよ。でもね、買い出しすっとこあんのかな、あんな八甲田さんの中で。この辺で買っていかないと多分ないような気がする、食材は。とりあえず行ってみたいと思います。国道103号線、7号線から国道103号線右折して、あと八甲田山の方へ行ってみたいと思いますね。青森市内で眩しいぞ。この辺かな、103号線青森中央。あ、200メートル先だね、十和田湖方面。十和田湖でもいいな、十和田湖。奥入瀬経由でも久しぶりに見て、あとよく生井で、名前で生井でキャンプ場ばっかりだったら、宇多るべキャンプ場ってあるんだよな。そこでもやってみてえな、キャンプ。あー、どうしよう。でもね、十和田湖まで行くとね、乳頭温泉にも俺行ってみたいんだよ。乳頭温泉行って、宇多るべからだと乳頭温泉ってあっという間なんだよな。あー、どうしようかな。どうしようかな。悩むな。あと二泊、本州二泊。悩みますね。はい、じゃあ青森のほんとメインストリートですよ。
この辺、多分そうだと思います。これ右です。あ、眩しい。これ右だ。国道103号線十和田方面行くよ。とりあえずガソリンスタンド上げてくれ。ガソリンスタンドが必要だ。あと150キロ走るけど、ガソリンスタンドどっかで詰めさせてくれ。はい、北海道から帰ってきた俺だよ。北海道から戻ってきた俺だよ。残り2日どうして遊ぼうか悩んでる俺だよ。どうしようかね。雨じゃなければあっちの男鹿半島もよかったな。男鹿半島パノラマライン通ってそれもよかったんだけどな。どうしようか悩むね。十和田湖がね56キロなんだよね。1時間で着いちゃうね。どうしようかな。ほんと迷うね。このまま乳頭温泉まで行っちゃおうか。乳頭温泉行って、あー全部ダメだな。まあ帰ろうと思えばなんとか高速使えば1日で帰れる距離だしな。ああどうしようかな。もう昼前、雨降る前になんとか田沢湖行けんじゃねえか。多分行けそうな気がするぞ。よし、乳頭温泉だ。いや今岩木山展望所っていうとこ、103号線八甲田山行くとこねあってね。うえ眩しいよ、見えねえよ、バス危ねえよ。しっかり岩木山見えましたね。やっぱ天気いいな。昨日も夜はずっと星マークとか月マークの天気予報で、やっぱり今日はずっとお昼までいいんですね。おー危ねえ、なんで今枝踏んだぞ。よし、岩木さんも遠くからこっちから見たしね、展望所から。何がいいことあんじゃねえか。とりあえず初のこの103号線頑張っていきたいと思いますね。うん、面白いワインディングだ。ワインディングだけど結構ね、この八甲田山ルートだからバスとか、まあさっきトラック来たけど気をつけた方がいいね、この道はね。おいはい、じゃあここから茅野高原っていうとこですね。茅野高原、うわー眩しいぞ。八甲田山もしっかり、あれ八甲田山だべ。あーいいねこの道ね。さっきまでずーっとうね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 って、おっキャンプしてる、うね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 してたけど、いいよここいいね。こうガッと上がってくとガーッと、おーいいぞー、待ってる八甲田さん。茅野駐車場、十和田八幡平国立公園、いいねここね。ここでキャンプできるよ。キャンプできるようにちゃんとなんかあるもん。あ、なんだい、台風接近。おい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 、違うだろ、そっちじゃないだろ。カヤノ茶屋スカイユ、あ、ここはスカイユ。ほい、なんだい。なんだい、まだもうスカイユなの、今のスカイユ今んとこだった。分かんなかったね、多分違うかな。スカイユって今かかってたような気がしたんだけど、あそこキャンプ場なの、もしかしてね。まあ多分違うかな。あでも八甲田さんのロープウェイ過ぎてからのような気がしたんだよな、 Google マップ見たらな。またのはずだ。
はい、ここ酸ヶ湯ですね。いや、眩しいな。へぇー、酸ヶ湯。いや、硫黄の匂いすごいね。へぇー、大駐車場酸ヶ湯で、十和田公園いいけど、酸ヶ湯キャンプ場ってどこだったんだ、分かんなかったな。酸ヶ湯キャンプ場、酸ヶ湯温泉入り口、温泉入り口、キャンプ場がありませんね。南口、多分あの建屋の裏にでもあんのかな、キャンプ場。ちょっとこの時間では早すぎるもんな。ほう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 、へー、おいらせ経営25、十和田湖。ああ、あっという間だな、おいらせ経営も。あっという間だぞ、かなり走れるぞ、今日は。つまんねえな、こんなんじゃ。もうちょい何か楽しみないと。おい、んじゃ、八甲田山の笠松峠だ。国道103号線。この辺もね、朝日眩しくてね、看板見づらいの。ちょうどこう、ビャッと、この太陽パッとこう来るから、見づらいわけさ。イグラスモークしてスモークシールでもダメだよ、これ眩しいよ、このくらいだと。ゆっとっと、笠松峠、国道103号線。どこまで行けるのかな、本当にね。多分俺ニュートン温泉まで行けると思うよ、田沢湖あたりまで。昼前には田沢湖着くと思うよ、多分。はい、じゃあ、奥入瀬経由17キロ、ちょっと国道394号線、昔通った時あるんだけど、七戸の方から来て、ゴールデンウィークに、残雪残ってて、死にそうになりました。バイクは調子悪くなるし、ここら辺で、気温何度だったんだろうね。気温5度とか、そのくらいじゃなかったの、この辺ずっと雪あったからね。真っ白で、まあもう新緑の季節はまだまだでしたよ、ゴールデンウィーク来た時は。昔ね。まあここは好きです、奥入瀬渓流線っていうの、103号線、誰もいない時走るの最高だね、奥入瀬渓流。観光バスとか行くと邪魔でね。よし、行きますか。これはニュートン温泉確実ですよ。おい、じゃあこっから奥入瀬渓流だ。行くぞ、102号線。イエーイ、十和田くん。はい、そこはおとなしく行きましょうね。奥入瀬渓流ホテル、いいな、ホテルだとな、雨風しのげるからな、いいな。あ、ここ星野リゾートなんだ、へえ。そっか、じゃあ俺の大好きな奥入瀬渓流、渓流が好きなんじゃなくて、この通りがね、この通りが好きでね、こういっぱい木並んでて、でチラッと見える渓流がいい。道路がいいだけだってチラッと見える、チラッと見える渓流が、これがまだかっこいいって言われてな、これがまだ格段といいんだよな、チラッとで、こうチラッと熊でも見えたらおっとこう思うんだけど、まあ熊は見た時ありませんね、この辺ではね。
よし、ほら見えてきたよ、渓流、奥入瀬渓流。本当はね、ここ歩いてずーっとこう散策道行けばすごい見高いあるんだろうけどな。まあ歩きたくねえからしょうがねえけど、奥入瀬渓流独り占め誰もいないね。これ秋の紅葉の季節だともう朝からいるんだろうけどな、誰もいなくて独り占めでーす。いいねー、いえーし、この辺からもっと良くなるんだよな。なんか滝とかね、バスはいるんだな、滝とかあるんだよね確かね、この辺。お、来るね。ずっと独り占めできてたかと思ったんだけど、来ますね。はい、今何時なんだ。木に囲まれて暗いから分かんねえけど、まだ8時はなんてねえような気するんだよな。とりあえず乳頭温泉でチェックインして、そっからちょっと行けば確かコンビニあったはずだな、あの辺な。46号線手前あたりに何かあったような気するんだけど、風箱とかあの辺にね、コンビニ。よーし、行くぞー、雨降る前にテント立てるぞー。はい、じゃあ十和田湖ですね。お、綺麗だね。はい、綺麗ですね。はい、うたらべ4キロ早えよ。うたらべキャンプ場は早えよ。ほんと何時だか分かんないけど、多分8時になってねえんじゃねえの、まだ。よし、やっぱり休暇村だ。休暇村一つ潰しとくべきだな、乳頭温泉のね、休暇村。ここは行っとくぞ。よし、とりあえずぼちぼち行ってみっか。十和田湖も久しぶりだな。2年ぶりか、十和田湖は確か。あ、去年も来たんだっけ、あれ去年来たっけ、あれ来ねえよな。えい、じゃあ十和田湖畔、エンジン止めと、まだかけんのめんどくさいから。何時、7時だよまだ7時だよ、十和田湖で。だいぶ乳頭温泉早く着いちゃうなはい、ヘルメットおじさんが行く十和田湖です。アヒルボート。もうこの時期は姫マスはもう奥の方の沖の方に行っちゃって多分釣れないよね、姫マス釣りはね。はぁ、綺麗ですね。綺麗です。あ、赤トンボじゃねえかったよな、今。トンボだったけど。ヘルメットおじさんが行く十和田湖。快晴の十和田湖。以上。